お疲れ様スロットです。今日ですね、久々にこちらの呪文削りデッキやっていきたいと思います。ということでですね、ロケットポイズンウッド、もう至ってシンプル、呪文で削るだけです。はい、であとは、防衛最強のねマイティ大砲で守りましょう。で高回転、ただそれだけです。さあやっていきましょう。でこのデッキなんですけども、なんとね、もうテンプレデッキの実は1枚変わっただけっていう事件なんですけど、お気づきかと思われますが、ポイズンですね。はい、なんとこれゴブリンバレルがポイズンになっただけっていう、いや枯渇なんですよ。もう9割枯渇です。はい、なんで相手はこいつ枯渇やんと思いながら戦います。はい、だからゴブリンバレルを常に警戒しますけど、全然ただのなんかロケ削りっていう。よいしょ。さあヤンキー、マジゴリヤンキー来た。ゴリヤンキーには最強の防衛ポイズンあるよっつって、いやスケート、え殴りすぎでしょ。消える準備は万端ですが、さボーラーゴルナイ、あこれめちゃくちゃなんかおしゃれな、なんかねこれでできたことないけど、いやちょっと早かったっすね。うん、なんかキング起動があるんですよ、ボーラー大砲のね。ちょっとできたことないんで、初めて成功できるかなと思ったんですけど、そんな甘くなかったっす。さあということでスケラーですね、スケラフリーズ。まあ俺の負け筋はこのインドラがぶっ刺さるとかだと思うので、まあそれ以外はもう端前プリンしてだって棒ポイ打ってロケ打つだけみたいな作業芸です。よいしょ。さあまあ適当に守って端前プリンはマジ攻め最強っすから。さあ棒ポイして延命できたら延命した方がいいかなと思いながら、いやーいい、エルギーやめて、痛いねんな。さあ削ります。まあ、削りロケがあるので、まあ、棒ポエでどれだけ耐えれるかっていうのも結構大事になってくるな。え、ちょっと待って、何この、リクカードなんもないですよ、みたいな。なんもないと困るよね。フリーズマジやだ。フリーズ来たらもう焦ってね、ポイズンとか打たないといけなくなっちゃう。さあ、一応、ゴール内容に、一個だけ高めにして。さあ、来た。ワンチャン走ってらっしゃい？走ってくれないか。あー延命できそうで、おーやばいやばい、あぶねー。これちょっと余裕があるのでロケ打っちゃいます。さあ棒ポイ徹底しとけば相手は苦しいんじゃないでしょうか。あだからマイティがゴルナイに対してめっちゃ強いな。よいしょ。さあ棒ポイも張ってますよと。いやいいっすねこれ。もう枯渇、最近もなんかめっちゃ高回転の枯渇にはまってるんですけど、もうほぼ言ったら枯渇なんで、相手も何これと思いながら戦ってます。枯渇使いのね、この世界のトップ選手のライリーって方がいるんですけど、ちなみにその人がこれでね上がってましたよ。そうマジで8000付近までなんか遊んでんのか分かんないけど、枯渇のプロがマジで、あー俺別にゴブリンバレルなくても戦えるしつって気持ちゴブリンバレルデッキで、さあでここはウッドだけ回しといてあげると緊急時のカバーもできるのでって感じかな。さあロケが2周じゃ落ちねえんだな。この辺になんかかするぞ、かすれ、うーんゴリゴリ当たっとる。さあまあ負け筋で言ったらどう考えても巻き筋がやっぱね、なんだっけポイズンを攻めで使っちゃうことなんで、冷静にね。さああれマイティがなんかぶっ刺さって終わったっすね。さあ気づけばなぜかタワーが落ちてると。いやマイティまあラッキーっすね。なんかこういうのがねあればと、こういうダメージがあればまあ楽に勝てますけど、まあそんなこともあんまないと思うので、しっかりねちまちま削っていきます。初手端はやっぱりマジ最強だからな。これ本当にプリンセス加工していいぐらいですよね。
タワーのもう一歩歩かないと、もう一歩歩かないと殴らないとか、衝撃を遅くするとか。マジこの肩が強すぎてやばいよね。ゴブリンブレルポイズンにしてデッキが成立するっていう意味が分かんないもんね。冷静に。で何でもいいんだよ。このポイズンの枠は、まあ何がいいんだろう。何がいいかって言われると分かんないんですけど。まあそれこそゴブドリで使われてる時もありましたし。とりあえず打っとくか。全然気分かんないしな。めんどくさいっすね。いやマジでめんどくさいっすよ、あのスキキン。マジでめんどくさい、やだ。うん、まあ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 。さあスキキン、おー、これ忙しいデッキ来たかもっすね。多分呪文が1枚も入ってないですよ、やってるよっていうデッキかもね。私は呪文が入ってないですっていう、多分あのユニット8枚ワンチャンあれか、折りがあったからユニット7枚折り1枚とかのゴブドリって施設やっけ、何も覚えてないんですけど。さあ忙しいデッキなので、まあ耐えるか、適当に耐えて。マジ、いやこれどうする、今っぽい。うん、まあロッケで相手も、てか相手は別に何だろうな、絶対削れるっていうカードはないと思うんで、いかに耐えれるかっていうところもある。痛い、やりすぎ。さあ問題はロッケ削りで間に合うのかっていう話。いやーもうまずなく、うわっマジ天才。いや痛すぎる、痛すぎる。いやロッケ削りで全然間に合います。相手あのないんでね、呪文が。俺が守ればいい話なんで、マイティで外務します。結局マイティ最強なんでねっていうのをお見せするか。相手見えねえ。マジで願意もすれば余裕だるっす。願意もしたいんですけどね。大体がすげえ攻めてくる。よしよしよし。さあ右は許容できるし、ユニットも残ってる。いやめっちゃいい、めっちゃいい。来てる来てる来てる。さあ紙許容して、いやマイティのこれ、あーいいスキキンや。さあ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 、うん、全部あれ美味しくね。いやこのハイスピーター、ちょっと待って、ちょっとせっかくなら延命したかったんですけど。お、なんだよね、見つめんなよ。おいしおいしおいし。さあポイズン打って、これやばいよね、だって守ってるだけですから。これ遅めに、遅めにとかなんもね、いらんかった。なんならあこれあの焦がして爆破でさよなら。さあプリンセスが気づけばたまり散らかしパーティーしてる。やばすぎー。いやーちょっとやばいかそれ。スーパーヒーロー、どっちだ。200あるよ。見てプリンが溜まって、うーい。さあ危ない、忙しい、ロケット打つ暇がないっていう話ですけども、
相手が呪文がなかったんでね、プリン貯めて、なんか後ろマイティ出しとくと、なんかサイクルぐっちゃぐちゃになるじゃないですか。やっぱチャンピオンのやっぱぶっ壊れのやっぱ理由の一つっていうか、もう結構なメインっすよね。そのチャンピオンも強いんですけど、やっぱカードサイクルがずれる。4枚回すとクララはねカード出せるんですよ、本当はね。プリンセス出します。そっから4枚出したらもう一回手札にプリンセスが回るっていう仕組みがあるんですけど、チャンピオンだとが場に出てるとそれが3枚で成立しちゃうんでね、プリンセス出して、さあスケーファイスピーウッドでもう一回プリンセス出せますっていう、この意味上がらないチャンピオンの仕組みがただただ強いので、後ろからマイティとりあえず出しとくとロケットいっぱい打てたりします。さあ相手のデッキは分からんが、まあ一旦ポイズ打っとくか。ラバっぽいな、マイティ走れ。まあこれどうせみたいなとこあるよな。さあラバー、これえどうやって守んの。冷静に殴んなよ、メガゴン。まあ守るっていう発想がねバカなんですよね。攻める、よし。すげえことになってるな。でもなんもねえ、体育いらんか。ねえならねえでしょうがねえっす。マイティーバカーぐらいで耐えれそうじゃね。マイティーバカー使うの持ってねえかな。まあいっか、うん、微妙。まあそういう日もある。でメガゴか宝石が来て、いやこれ消えたかったな。さあ問題は何個タワー落とすのかですね。俺が、これはプリンの範囲で飛ぶので美味しい。さあここもマイティのバカで止まるので強いなこいつ。冷静に、やべえことしてと思うじゃん。全然やべくない、守ればいい。うい、さあロケウッド圏内でかな。お、メガゴにドンピシャ。さあいやラバルに勝てんだマジ意味わかんない。まあマイティマジで強いね、普通に。あの攻めの圧やばいっすよね。しかもマイティ死んでからすぐどうせ手札さスケーファイスピとかで回すと回ってくるんで、無限にマイティで圧与えてね、相手にこう攻めさせないというかね。いやーなんか守らんといけんしみたいな、攻めたいのにみたいな。枯渇じゃない、何これ、ゴブリンブレルどこっつってパニクラさせると気づいたら勝ちますね。さあこの8枚プリンの170ぐらいでさえも美味しい天国。え、暇でポイズンはやべえか、これ。この暇ポイやべえよな、冷静に。まあ、落ち着いてマイティ。逆かーい。さあ、ユーノくんなので、まあ、ペッカ工場。お？めっちゃ珍しい。ね。なにこれ。ユーノとテスラなんて。マジで考えるだけ無駄なやつだ。まあトリトン来たらロイ、うん、さあよくわかりません。何これ、トロ5000体でもいないでしょこれ。
6000でもいない、7000、8000、見たことないっすよ。さあよくわからんが、ちょっと強そうな相手だ。マジアチャ警戒入れて、おお、これさ、ハシマイプリンを警戒してるが、多分ここね、サーチされない。よいしょ。おお、でかいでかいでかい。さあ、この一発が幸せ。さあ、大砲がマジドリルに対して、優秀すぎる。危ない。ハシプリこれ行く？いや、行かないんです。行けばよかったな、ユニット出んかったわ。いや、ま？俺に呪文削りで挑むんだ。あー、すごすごいや。呪文削りで挑むはなかなか同様なんだけどな。さあ、いや、来んのかーいっつって。さあ、すげえ固めてきてるっすよ。まあ、俺も固めるよね。いや、なんか怖え、これ。すごいことが起こりそうな予感。いやー、とりあえずマイティ強っマイティ強すぎて思うです。やべ、見えん。やばい、やばい、マスケ危ない、危ない。待って、俺気づいたダメージが。なんで、何が入ったんだ。うん、どうせマイティあれ散るっしょ。さあ、回復くんのちょっとやつ。さあ、まあちゃんと耐えてしまえば絶対俺のロケ削りの方が強いので。これやべえかな。いてえ、いてえ。じゃあ、あの子の浮きがね。うん姫を生贄にね。姫ちょっとごめん、俺もそんなつもりはないんやって。姫さん、え、早くね。自分でもびっくりした。さあ、さすがに、え、なんでマイティ出てるとサイクルが変わるので。ああ、大砲スケーですか。いや、めっちゃ早ーって書いてあるんだけど、何あれ。さあ、マジでロケット壊れ、プリン壊れ。まあ、大砲は一応次ね、10月4日にバランス調整で、まあ、HP がちょっと下がる、下方されるんですけど、まあ、どうだろうな。今がめっちゃ強いので、普通になるか、まあ、まだ使えそうだけどな。バルーンで一発で壊れるとかってなると、また微妙なとこですけど、まあまだまだ大砲の火力はね、優秀なんで使えそうな気はするっすけどね。まあそれならね、プリンとか、マイ、まあマイティも顔されるわ、それは。いじってもよかったんちゃうの、姫様。でも俺気づいたら、てかプリンセススタンプ使うぐらい、プリンセス好きなんすね、俺。すげえ他人事っすけど。うん。さあ、ジンガー侍かな。ジンガー侍だな。やべ、マジアちゃんに射抜いてくださいって11に出してる。お願い、フリーズやめて。うん、圧着はね、ポイウッドで散ります。てか、なんならこのドリルのかすり傷とポイズンで。さあ、これ1コス相手減ってくれたら美味しいっすね、今ので。おー、違う、メガラムだ。これアイスピとかだったらより良かったんですけど。やべやべ、ねえねえ。うん、しかもザップ。いや、でも強っ、お前。え、これやばくない？意味わかんないでしょ、ガチ
冷静にやらないでしょ。強すぎてガチ。さあということで、目柄むくまれてザップ打たれてもマイティで止まっちゃうっていう最強です。まあ、問題は今回ポイザンとかが活躍しないし、陸受けが気持ち少ないので、やだけどロケ防衛ですね。まあ、あとはこのマイティの必殺うんこお気に入り大脱走で、よいしょ。さあポイズン打っとけずり、まあ着衣はポイズン徹底ですね。てかポイウッド徹底ですね。端前出されてもポイウッド徹底してもいい気がする。さあもうこんなん削っちゃうよね。なんで全然目できん。もう1枚くらい来そう。来た。もう1枚くらい来るもんすね、待てば。さあで端前のこれで削っていくよと。相手の呪文がさまだ分かんないんですよね。そのザップと、まあ、ザップなんでライトニングじゃないのは分かったんで幸せっすね。おこれ全部いかん。そんなすぐ当たらんかな。当たるんです。さあタルザだ、タルザ、タルザっぽいか。まあファイボスっぽいか。ファイボユーノ、さあもう一回同じことしてるな。まあまあまあ俺もヘマをせんかったら、ああファイボ飛んできたっすね。この防衛は果たして良かったのだろうか。あでもこの圧着衣がさ、いや意外とこのポイウッドロケのミッツァンの便利だな。なんかねあなんかどうだろう、活躍しなかったら邪魔なんだけど、意外といい時はいい。さあ今回は端前でやっちゃうよっていう、毎回パターンを変えてね。いやでも逃げるんですけどね。さあ山城ゲボイ次よ、なんもらんでポイウッドさせてさよなら。えぐー。さあマイティ、これもちょっと怖かったらロケ撃っちゃいます。ロケット、いやーマジ最近ロケにハマりすぎてんな。これ見るとマジでやばくないロケ。さあでもボーポイしちゃう。ロケでだって削ればいいんだよ俺。さて余裕があればロケ打ってまた一生白プリン、なんならマイティで溶かしてしっかり誘導してあげて、ウッドも打ってスケもバイスピも大砲ももう一回置いてあげて、さあ鉄壁、鉄壁どころじゃねえ、誰も突破できません。はい、さあこれがマジでやばいね。バレルがポイズになっただけデッキです。さあまあこれを機にちょっと皆さんも枯渇デッキなり、このディガポイ、ディガポイじゃねえよ、ポイロケなりちょっとね使ってみていかがでしょうか。いやおもろいっすよ。はい、まあ、ほぼ枯渇っすけど、ほぼ枯渇です。はい、ということでぜひやってください。ではお疲れ様でした。まだに、ね